ここは阪急のコンコースです。この時期になりますと、阪急百貨店ショーウィンドウはメルヘンチックなクリスマスモード一色になります。そして誰でもカメラマンに早変わりです。皆さん、インスタ映えのするショットが撮れましたかね。私はスナックパークで腹ごしらえをすることにしました。今日は何を食べようかなと考えながら山天丼にしました。神崎川はあまりパッとしない空模様ですね。私は家路を急ぐことにしました。